石橋高都氏は北海道石狩市長浜松郡浜松村出身のプロバスケットボール選手、指導者。身長210センチメートル、体重140キログラム、ポジションはセンター。選手としては1992年から2007年までプレーし、アトランタゴリニ予選の日本 A 代表に選ばれた。引退後は指導者に転身し、2017年1月より、 東京八王子ビートレインズの指揮を取る。浜松村立浜松中学校を卒業後、札幌海星高校に進学し、北海学園大学に進学。北海学園大学を卒業後、飛行教席に入社、同社のバスケットボール部に入部。1992年には、日本リーグ男子一部の新人王を受賞。1995年には、 アトランタ五輪予選の日本 A 代表に選出。あと、大日本印刷イーグルスへ移籍するが、2000年に配部したため、クラブチームの富山グラウジーズに加入。2006年度に富山グラウジーズがプロチーム化して、日本初のプロバスケットボールリーグ BJ リーグに新規参入。ドラフト会議では、富山から40目、全体で18番目の指名を受けて、引き続き、 富山に、所属。BJ リーグ参入当初はレギュラーだったが、シーズン前にジェロットワードが加入し、出場機会が減少。しかし、BJ リーグの日本人ビッグマンで、富山クラウジーズクシの人気選手の一人であった。時メッセには、深い思い入れがあるという。当時 JBL スーパーリーグに所属していた、新潟アルビレックス BB の試合を、 堀川隆一ら当時のチームメイトと観戦し、他の JBL のチームと違い、演出、客の盛り上がり、試合内容どれをとっても僕が夢見た空間と自信のブログで語っている。2000年、大日本印刷所属時に、笑っていいとも、に出演。富山クラウジーズ入団後の2007年2月15日にも、笑っていいとも、の人間プロファイリングはめ込みナンバーズに出演し、 ゲスト回答者の辻望との身長59センチメートル差の共演を果たす。2006から07シーズンをもって現役を引退した後はバスケットの技術指導を行ったり、キッザニア東京のイベントに参加するなどバスケットボールの普及活動を中心に行っている。また、2007年11月10日に沖縄テレビで生中継された。 琉球ゴールデンキングス VS 埼玉ブロンコスの解説を担当し、解説者としての初仕事を行った。また、12月2日には、ガオラで生中継された大阪エベッサ対新潟アルビレックス b b の試合の解説も担当した。富山グラウジーズ関係では、育成コーチとしてグラウジーズが主催するイベントに参加したり、公式戦の暫定アリーナ DJ としても活躍している。 2008年12月9日、富山クラウジーズヘッドコーチに就任。就任直後にチーム史上初の BJ リーグ戦4連勝を達成した。シーズン終了後に退団。2009年、シガレイクスターズアシスタントコーチに就任。2010年よりヘッドコーチに昇格。シーズン中一時期集に立ったが、その後陥落、後半戦に入り後連敗を喫したところで、 解任された。2011年オフ、新州ブレイブウォリアーズのコーチに就任。2012年より、ヘッドコーチに昇格。2013年オフ、新州のヘッドコーチを退任し、埼玉ブロンコスのヘッドコーチに就任するも、1シーズンのみで退任。2014年7月1日付で、NBL 和歌山トライアンズ PR 大使に就任。9月には、 アシスタントコーチとしても契約することとなった。シーズン開幕後の11月30日にヘッドコーチに昇格した。2014から15シーズンをもって和歌山が NBL を大会し、リーグ無所属となった後も、引き続き和歌山のアンバサダーを務める。2016年2月3日に広島ライトニングの HC 代行を務め、3月5日6日には、 ライジング福岡の HC 代行を務めた。両チームとも前 HC 対談に伴う応急措置で石橋は和歌山に席を残したまま短期契約で両チームの指揮を取った。2017年1月石橋は和歌山との契約を終え東京八王子トレインズのヘッドコーチに就任した。2017から18シーズンに B3 リーグ優勝と入れ替え戦に勝利して B にリーグ昇格を達成した。2018から19シーズン限りで HC を退任し、八王子のアンバサダーに就任した。2020年4月から八王子 U15 のヘッドコーチに就任。2020から21シーズン途中の4月からシーズン終了まで八王子のヘッドコーチを務めた。7月から U15 のヘッドコーチに復帰予定。ありがとうございます。